NHK ニュースおはよう日本、平日前後、ゼロの公式ツイッターは9日、連続テレビ小説、らんまん、月曜から土曜前8、ゼロの感想を語る、朝ドラ送りの今週分を振り返り、須藤アナと副島アナらんまんでもう一つ楽しみなことは、と綴った。4日の朝ドラ送りで三条正幸アナウンサー41が今作もおばあさんの存在感たるやと万太郎、森ゆうりとの祖母、滝、松坂慶子に言及すると、主導なちこアナ43はいつの時代もおばあちゃん偉大と強調。副島メイアナ31は私と須藤さん、篤姫が大好きだから名コンビがまた、らんまんでね。楽しみ、と喜んだ、らんまんは大河ドラマ、篤姫で主演した女優、宮崎葵、37が語りを務める。女優、松坂慶子、70は、篤姫で生島を演じた。